青春豚野郎はバニーガール先輩とお出かけシスターのラジオを聞きたい。こんにちは、青春豚野郎シリーズ桜島舞役の瀬戸あさみです。こんにちは、青春豚野郎シリーズ梓川楓役の久保ゆりかです。私たち、はい、青春豚野郎シリーズを盛り上げる、はい、ラジオ番組をするために、はい、あ、未来から、あ、未来から来たんだよね。そうそう、戻ってきました。戻って、前戻ってまいりました。ねえ、これ聞いた方はもしかしたらね、あのちょっとお休みしていたでしょ、このラジオ、ね、2ヶ月ほど、2ヶ月、はい、あの2ヶ月前の最後、私声ジャビジャビだったからあのあれ まだかなって思われちゃってるかもしれないね。やめよやめよ、クボボは元気です。あ、元気です、元気になりました。そういえばそんな、そうだったわ、ラストそれだった気するんだよね。声がガジャガジャになっちゃってたよねちょっと喋ったら咳出るみたいになってたから。いや、大変だったね。そうなのよ、だから嬉しい。健康ってやっぱ本当にね、嬉しいことだね。体調を崩すと、はい、もう何もいらない。そうそうそう、私に健康をくれくれとなります、なりますね。だからやっぱいろんなものがさ、こうね、うん、なんかもうダメだダメだってなっちゃうけど、うん、健康なだけで、うん、そう、はい、楽しいです、楽しいです。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。2ヶ月ぶりでございます。うそー、はい、ね、ちょっと収録日的には、うん、2ヶ月丸々経ってないぐらい、まあ、そうか、経ったか。でもさ、あまりにやっぱり今、うん、会いすぎてるから、ね、全然ね、2ヶ月ぶりって感じはむわっとしない。そうだね、確かに青豚のね、稼働でも合ってるし、うんうんうん、なんだかんだね、うん、そう、離れない。そうだね、うん、なんだかんだ離れないよね、うち、うん、なんかこれ良くないカップルみたいな離れられないみたいな、やっぱ、いや、まあ全然もう家族みたいにはなっちゃってんだけどっていう、うん、わざわざ、まあ、まあまあまあなんか、うん、バイバイってするほどでもないかなみたいな今関係性になってるね皆さんまあ作品上でも家族の、ね、うん、ような、ね、本当だよね、物語もそうだもんね、はいはい、姉妹のような関係性なので、はいはい、ラジオから、うん、前回のラジオから2ヶ月経って、うん、でね、12月1日に劇場アニメ、うん、青春豚野郎はランドセルガールの夢を未来が公開されるってことは、うん、もうあと何ヶ月、うん、10、11、12、3、待って、今10月の人が聞いてるから11月、12月で2ヶ月かな、うん、あ、すごい、ごめんなさい、今日何日なの、うん、あ、でもそっか、まあまあまあ、まあ、そっか、まだ9月に聞いてくれてるのか、じゃあじゃあじゃあ、ママ、ママ、ママに3ヶ月とも言えないし2ヶ月とも言えない多分みんなそんなそうそう、それぐらい、きっと、だって見るタイミング人それぞれだしね。確かに、そうだよね、うん、公開されてもね、確かに、だからそれぐらい、うん、はい、はい、そうなんです、復活しました、うん、ということで、はい、ここからどんどんね、うん、こう告知とかも増えて、なんか稼働、ラジオ増えていくかな、はいはいはい、って気が勝手にしてる。そうだよね、なんかとりあえずはあれらしいね、月 1? 月1で、はい、また9月はこの1回で、10月も多分1回とかでしょ、うん、前までさ、隔週だったよね、あれ、月1だった、隔週でしたよね、え、びっくりした、そうだよねうん、なんかもうちょっとな、多い頻度でやってたよね。そうだよね、でもなんか、うん、今はあれなんだ、まだくすぶらせておく時期なんだ、うん、そう、お知らせできることがまだちょっとね、ないから、まだ言えないことが多いんだよ、はい、だからね、そんな言えないことが多い中でも、はい、私たちこの2ヶ月の間に、はいはいはい、結構あのね、青豚ファンの皆さんの前に出現することが、うん、出現しましたね、できました。まずは、はい、アニプレックスオンラインフェス、はい、AOF、そうです、はい、こちらキービジュアルの解禁しましたけど、はい、あまりに時間がなくて、なかなか ね、 ね、いや、話せなかった。これ多分今までで一番時間なかったんじゃないかなっていうぐらい10分、そう、ちょい、30分、ほんと30分だよね、うん、で MC の方がやっぱお二人いて、いてくださって、で出演者青豚チームが3人いると、うん、やっぱ30分はさすがにね、そうだね、いや、そう、もっともっとなんかこのビジュアルに触れたいとかいろいろあったけど、うん、本当にもう、あーって終わって、うわー、さよならってそうなっちゃいましたけど、ね、でもキービジュね、ここで見てもらえて嬉しかった、うん、ね、みんなどう思った、
しかも多分さ、あの AOF だとさ、本当に、うん、あの青豚初めましての方もきっと ね、いらっしゃったと思うから、うん、そういう方に触れていただくにふさわしいキービジュアルだったんじゃないでしょうか。綺麗ですしね、うん、ね、綺麗だし気になってくれたかなと思います。まだ見てない方はぜひね、はい、見てみてください。はい、そして、うん、今日、はい、マフではステージイベントありました。はい、うん、なんか今うちらの体感的にはもうついこの間の話なんですけど、もうえ、まあ、さっきは言い過ぎ、うん、さっきは言い過ぎ、先日がベスト、そうそうそう、ほんとつい先日つい先日、はいはい、ね、京都の方に行ってね、はい、そうなんですよ、今日マフのステージ立たせていただきましたけど、はい、うん、なんか、PV？ そうか、そう、ね、最新の最新予告映像、はいはい、私たちも初見でね、ステージの上で、はい、そうなのよ、見させてもらって、ちょっともっと見せてほしいって思っちゃった。もうなんかやっぱ欲張りになっちゃうね。欲張りになる。今はもうホームページとかで、ユーチューブとかでも見れますもんね。うん、そうそうね、舞台でもね2回見れて、はい、おかわりしちゃったから、ね、おかわりしちゃったから、うん、確かにあっという間だったから、うん、確かにね、よく見れました。あの大きいサイズで見ることはさ、ないからね、予告なかなか、うん、またね、今もしかしたらまだ第2弾とか出てくる、うん、そうだよとか思うと、ね、このね、最初のは今しか見えなかったりもするからね、はい、いやなんか意味深でしたよ。いや、楓がなぜあの状態だったのかはね、やった、触れられるラジオで触れよう、うん、ね、早く言いたいよね、ステージでは言えなかった、うん、なんかそんな時間はなかったから、やっぱりあの楓のこのデコルテラインまで映ってるところがあって、うんうん、裸かなってみんな思ったんだよね。 うちらでさえも思ったもんね。でもちょっと、うん、今じゃないかもと思って、そうだよね、触れるのなんかあんまちょけっちゃうのもなと思って、そうそうそう、でも裸どのシーンだと思って、すごい、ま、私たちも裏に戻ってから確認しちゃったもんねこれってどこのシーンのですかって言ったら、あ、なるほどっていうね、うんうん、ところがあって、はいはい、はい、そうそうそうなんですよ。だからみんなはちょっとまだ、うん、え、裸って思ってる人も、そうだね、 YouTube のコメントちょっと見た限り、見たの、なんか気になってる方はいた、そのそんな激しく言ってる方はいなかったけど、そのおやっていう、その同じ気持ちだったんだ、そうそう、一緒だよって、よかった、そうなんです、あえて触れなかったんですよ、うちらは、うん、そう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 、別に意味深にさせようとしたわけじゃなくて、うちらも言っていいか分かんなくて、分かんなくって自分もどのシーンかまだね、こうね、やっぱ完成したものを見たの初めてだったから、ね、どのシーンか明言できないから言えないし、はい、そうそうそう、で PV もその後半さ、ちょっとザザッとかさ、演出があったり、ね、うんうんうん、ホラーっぽい感じというか、ね、ね、ミステリー感があったから、それが終わった後にちょっと、はい、これでこのとは言えなくて言えなくて、そんな感じでしたそうなの、なので、ね、はい、まあちょっと楽しみにしててよ、しててください、うん、待ってください、はい、はいはい、そして、うん、お出かけシスターのパッケージ発売も発表されました。はい、はい、11月29ね、はい、かわいすぎるよ、溝口圭史先生が、ね、はい、先生先生さんが書、はい、いてくださったイラストも素敵だった、はい、いいよね、なんで盛りだくさんじゃない中ね、盛りだくさん、そうなんですよ、みんな絶対買ってほしい、でそれを見て、うんうん、ランドセルガールを見てほしい、 お願いします、なんか、うん、本当にこれだけ、本当にどうしてもアニメのシリーズってなるとね、もしかしてちょっと構えちゃう方もいるかもしれない、話、うん、ね、はあるからね、そうそう、うん、だからせめてね、ね、かけをちょっとセットで ね、思春期と症候群を味わってもらいたいね、はい、うん、内容となっておりますんで、うん、見たら、ね、アニメ見たくない、そうだと思うのよ、絶対そう、もちろんおすすめはもうアニメシリーズから見てほしい、はい、見てほしいです、うん、はい、お願いします、お願いいたします。さあ、それでは早速始めていきましょう。青春豚野郎はバニーガール先輩とお出かけシスターのラジオを聞きたい、最後までよろしくお願いします。この番組は青豚プロジェクトの提供でお届けします。青春豚野郎はバニーガール先輩とお出かけシスターのラジオを聞きたい。改めま
して青春豚野郎シリーズ桜島舞役の瀬戸あさみです。あずさ川楓役の久保ゆりかです。さて、うん、12月1日に公開となる劇場アニメ青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ないですが、うん、今回の作品でですね、うん、高校生編完結となっております、うん、はい、あっという間ね。ね、学生時代高校生時代をね、うん、アニメシリーズで駆け抜けて、はい、劇場版あ夢見るでもそうだね、はい、駆け抜けて、で今年は本当に青豚の高校生編締めくくり1年、うん、1年だった2023だね、はい、本当に青豚のこと考えてる時間が多分めちゃくちゃ長かったよね。長かった、ね、お仕事も青豚のやっぱり関連のお仕事がとても多かったし、うん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 、ね、常にやっぱりその2作品ね、うん、この1年で収録する、うん、そして公開するっていうのもあったから、うんうん、やっぱ常にこう作品のこと考えてた、そうだね、気がするね、まあ、まだまだ続くけど、うんうん、でもやっぱインタビューね一つにしても取材とかをね、うん、お答えさせていただく時間にしてもさ、うん、あもっとこう答えた方がいいかなとかさ、うん、こうそれその考える時間があるぐらい、うん、とんでもない数の取材をね、そうなんだよね、はい、たくさんお出かけの時もしていただいたから、そうそうそう、させていただいたから、ランドセルもこれから、はい、こっからねかなお話していただけるかな、多いかなと思うけど、ね、やっぱ私個人的にはさ、うん、こう夢見るの時あんまり稼働があった、うんうん、ね、そのキャラクターじゃない登場人物じゃないから、うんうん、なんかどんな感じだったんだろうと思ってたけど、うん、それにしてもやっぱね2作品1年で一気にやる、うん、だからちょっとすごいよね、もう盛り盛り盛りだくさんだよね、盛り盛り、なんかそれこそまあコロナ対策っていうのもあって、うんうんうん、ちょっと人数がさ少なめだけど、夢見るの時は、うん、もう本当に一日中一部屋にずっとなんかいて、うんうんうん、もう変わる変わるいろんな方が来て写真撮ってみたいな、なんかもっと密なんかそっかそっか、そう感じだったけど、でもお出かけも、うん、そっか、ほぼ一日がかりだったね、そうだね、そんなにこう半日だけでっていうのはあんまりないよね。ランドセルもまた3人で一緒にね、はい、インタビュー一緒にしてるとさ、うん、すごいなんか勉強になる、うん、あ確かに、なんかみんなの受け答え聞いてて勝手に学んでる、こちらもなるほどなって思う、学んでるのもあるし、うん、なんか純粋にこう読み手として、うん、聞き手として、うん、なるほどっていう、こう思ったんだとか、うんうんうん、そう考えるんだっていうのめっちゃあるよね、ね、インタビューで目線が変わると、ね、うん、やってる役のね、で違うよね、ね、絶対違うから、うん、確かに面白いなと思うし、うんうん、あその目線で見るとまた話変わりそうとかって思えるから、うん、ね、楽しみですまたね、はいはい、ではではリスナーの皆さんから届いたメッセージ紹介します、うん、はい、ペンネームマカロニさんからいただきました、ありがとうございます、うん、瀬戸ちゃん久保さんこんにち は。こんにちは。私は9月17日に行われた、うん、京マフ青豚ステージに現地参戦しました、あらあらほやほやだ、ありがとうございます、うん、生で聞くお三方のトークはいい意味でいつも通りで、うん、青豚らしさ全開でした、うん、石川さんがランドセルガールの表情を、うん、大人をなめくさった顔と表現されてたことは、うん、とても笑わせていただきました、そんなランドセルガールにどのような声が当てられているのか公開が待ち遠しいです、うんうんうん、いただきました、そんな名付けもございましたね、ございました、やっぱり常にこう攻めの姿勢を攻めと正直な心で、そうだね、喋ってくれる、そこだけ切り抜かれたら大丈夫かっていうさ、ちゃんとね石川くんの熱い思いがあって、そう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 、自分はこう見えたよっていう、そう、決してあの作田がそう見てるとかじゃなくて、そうだよ、そうそうそう、そう石川くんがそう見えたよって話をしてて、作品愛があるゆえに言える、うん、そのツッコミ、そう、いやめちゃめちゃいつも助けられてるよね、今回それこそ京マフもさ、うん、なんかまあね、ほとんど見てくださってる方だったけど、うん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 、これからって方もいたから、うん、もう全部補足の説明をそうだよねしてくれて、うん、わーありがとうってなってた、なんかうちらがあれするってなるとさ、うん、時間いっぱいちょうだいってなっちゃうじゃん、そうだろう、なんかやっぱテキパキあの喋れないから、そう話しながらさ脱線しちゃうじゃん、しちゃう、ちなみにねとか言ってて、そうそうそうだから本当に助かってます、そうなんですよ、なので、ねね、その愛が情熱が伝わっていたのなら、うん、そして笑えたのならよかったです、はい、笑って安心、嬉しいです、はい、現地参戦ありがとうございます、ありがとうございます、では続きましてよしかちゃんさんからいただきました、はい、ありがとうございます、瀬戸さん久保さんこんばんは、こんばんは、
アニプレックスオンラインフェスト京マフ青豚ステージを見に行かせていただきました。わありがとう、うん、ランドセルガールの予告が公開されてテンションが上がりましたが、うん、地味にお出かけシスターブルーレイの発売情報に、うん、イベント応募チケット封入と書かれていて、うん、皆さんはあえてスルーしていたのかと思いますが、またあの豪華メンバーでイベントが行われるのかとこちらもワクワクしていますということで、あ、ちょっと、ごめんなさい、私たちも何も知らない。でもすごいね、はいはい、AOF も京マフも来てくれて、ね、パッケージの特典もしっかり見てる。もう行こうっていうね、もう青豚の宣伝になれる。雇う確かにね、でもね、うん、何チケットが入ってるってことは何か、うん、そうだよね、何かしら。確かに、そっか、前回のその夢見るん時のイベントがそのもうみんな集まったやつか。集まったよね。わ、そうだよね、懐かしい。え、あの傘さして写真撮ったパンフレットのイベントですよね。そうだ、いや懐かしい、懐かしいね。本当に楽しかった思い出がめっちゃあるね。ミサトだっけ、違う、ミサト、ミサトだっけ、なんかミサトにも行ったよね、とにかく行った、うん、いやめっちゃ面白かった。私楽屋で、うん、動画撮ってた気がする。クボボと石川くん、それこそでもこの3人がいる時だ、なんか動画を回した気がする、うん、遊んでたか、遊んでた、動画で遊んでたか、懐かぴー、懐かぴーね、うん、え、でもそれがだからもう4年前とかの話でしょ。そうそう、19年。いやー確かに写真なんかおぼけーかも、おぼっこいかも、うん、全然なんか、まあ、関係なくはないんですけど、うんうん、あの内田優馬、優馬役の内田優馬になんか動画を送ろうみたいになって、うんうんうん、そんななってた、で撮ってたんだよ。覚えてないわ、朝早くからなんか仲いい仲いい、青豚キャスト仲いいなあとなんか部活の中のいい感じやね、うん、そのなんていうか部活感あるよね。大学生じゃないのよ、なんか高校生ぐらい、うん、ウェーイみたいな、ね、こっちイベントやってるよみたいな、何やってるのみたいな、ちょっと煽り込みのね、そのノリがありましたね。うわ、4年ですか、懐かしいですね。この4年で何か変わりましたか。変わったことしかないじゃなくて、あ、そうね、え、何なりゃしちゃったしっくりきすぎて、本当に確かに変わったわ。そうだね、なんか変わってないことを探す方が難しいのではというぐらいね、世の中も変わりましたし、うん、たむしろその日を境にぐらいだったね。そうです、あのイベントは、はい、本当奇跡のイベントだったから。本当にそうなのよね、ね、奇跡しかなかったイベントだったんですけれども、楽しかった、ね、でもまたね、何かあるのかなっていう感じですね。そうだ ね、規模感とかもまだね全然私たちも分かんないんですけれども、まあやれること自体がね、うん、嬉しいので、まあ、まあちょっと速報はお楽しみということで、楽しみ、はい、はい、ということでメッセージありがとうございました、うん。青春豚野郎はバニーガール先輩とお出かけシスターのラジオを聞きたい。さあて、番組が復活したということでコーナーも新しくなりました。ご紹介していきましょう。まずはこちらのコーナー、ランドセルゴール、ランドセルボーイ。あ、すごい先生だはい、こちらのコーナー、うん、青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ないに登場する、うん、ランドセルガールは謎な少女なのですが、うんうんうん、このコーナーでは皆さんが、うん、ランドセル時代にやっていた謎の行動を教えてもらえたらと思っております。ランドセル時代、まあ、ランドセルを背負っている時代、うんうん、ランドセルが好きだった時代、ちょっとごめんなさい、その時代がちょっと通ってきてなくて、なかなか通ってきてた人私はランドセル好きだった時代を通ってんだ。じゃあちゃんと小学生時代もバッチリランドセル好きだったし、そうだから時代なので、あの決してあの小学生に限らずです。もうあのそっか、ランドセルが好きならば学校じゃない日ももうランドセルを普通のカバンとして背負ってた人もかもか、うん、うん、なるほどね。じゃあいるかもな、いるかもしれない。私はありますの、うん、お、ありますの、ありますの。あの私ランドセルにカバーかけないタイプの子だったんですけど、うんうんうん、なんか結構黄色いなんかああいう危ないよみたいなのつけてる子もいれば、なんかあの雨に濡れないようななんか傷つかないカバーをつけてる人もいたけど、私は自分のランドセルを買ってもらったんだけど、
お姉ちゃんのランドセルの方が色が好きで、うんうん、なんか途中からお姉のランドセルも背負ってた気がする。あー、なるほどね。ご卒業されてお姉がちょうど5歳差だからこうすれ違いでね、うんうんうん、できるんだけど、うん、でどっちのランドセルか忘れちゃったんだけど、うん、放課後ってさ、うん、こうホームルームでさ、うんうん、机の上にみんなランドセル置いても、うんうん、早く帰るぞみたいになってるじゃん、うんうんうん、その時に先生の話聞きながら、うん、ホチキスの芯の替え芯、うん、あの箱に入ってる替え芯ってなんかこう長方形のさ、うんうん、形のあれをギーコ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 ってランドセルにやって、うん、傷つけてたの、横傷。なんで？それがたまらなくてなんかもう感触とそのギーってつく後の感じがたまらなくて、うん、ランドセルだから私傷だらけだったの、ホチキスの芯の。ちょっと待って、怖い話だった。え、夏ももうね終わって怖い、秋に突入して、うん、怖い話してた今え、怖い、うん、中二病とかそういうなんかランドセル時代とかじゃないよ、うん、怖い話だよ。え、マジで同志募集中、うん、いない、いや、ホチキスの芯をランドセル芯だけを出してってこと、なんか取り出して、あの芯、うん、替え芯、あの箱に入ってる替え芯ってさ、あるあるある、トトトトって並んでるじゃん、並んでる、これをこう持って、で、あ、なんか取り出してね、芯、芯ごと、芯ごとね、あ、ケースじゃなくて芯、箱を、あ、箱傷つくレベルでやってたんかなと、ちょっとびっくりしちゃった。なんか出して、出してその芯をこうちょっとなんか台、なんか台みたいになってるこの芯、はい、ありますね。ギーコギーコってやると、うん、あの革素材のランドセルにどのあの相性が絶妙に良くて。悪いんじゃない、悪いから良かったのかないい感触となんか音で癖になっちゃって傷ついてたね、ランドセル。ちなみに皆さん見えてないと思うけど、ギーコっていう時もめちゃくちゃでっかい手でねやってるの、そんな芯ないよっていうぐらいでかい黒板消しぐらいのサイズで今やってたんだけど、このくらいもうシャクシャクシャクシャコシャコシャコってちっちゃいやつでしょ、やってた。ミニアサミが、うん、当時、当時は小さかった私が、うん、ギコ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 、あー気持ちいいっつって、うん、そしたらギッザギザになっちゃったんだ。ギッザギザだった、あの下の部分ね、あのペローンってめくる下のところね、うん、でもランドセル、あとさ、ランドセル開けてさ、うん、その最初のミニミニポーチ入れみたいなとこあるじゃん、最初のなんて言うんだろう、うんうんうん、薄いとこね、薄いとこにさ、うんうん、あそこに時間割り入れてた、入れてたかな、入れた、あと蓋側、うん、なんかどこっち派とこっち派が、蓋側だった、私蓋側だった、うん、そう、わー好き、ああいうさ、うん、形が私なんかみんなと一緒なの好きなのよ、うん、なんかなんかみんな統一されててさ、まあ、色とかそれぞれだけどランドセルっていう規定の形があって、その中をどれだけ自分に効率よく物を詰めたり、うん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 、で体操着をさこのベローンの間に挟んだりさ、うん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 、して、あーだいぶペッターンってなるパターンのね、ギュンってやってどれだけ効率よくランドセルで生活をするかっていうのがめちゃめちゃ、なるほど、好きでした。ちょっと長い長い、横の紐の部分をカチンとするタイプじゃなくてね、カチン挟んでた、そうだった、そう、こっちは給食着つけてたらここになんか挟んだりメロディオン挟んだりしてだいたいズルッと落ちるみたいな何メロメロディオン、鍵盤ハーモニカ、あ、それメロディオンって言うの、え、メロディオンって言わない、え、おしゃれな小学生地域、地域さ、地域さ、メロディオンの人いない、誰も今なんかみんな微笑ましい顔で、うんうん、あったんだねっていう、そう、え、みんな鍵盤ハーモニカ、うん、ピアニカ、ピアニカ、うん、ピアニカの人、ピアニカ、ほら、あ、でも一人だよ、 あれ世代かな、世代近いからかな、鍵盤ハーモニカの人、あ、世代関係ないか、メロディオンでしょ、いや、ちょっと誰からも出てないんだけど、嘘嘘嘘、いや、これが放送されたらもうみんな、うん、僕もだよ、え、瀬戸ちゃんって、 えなんかピアニカのピアニカのメロディオンってことじゃないの、うん、そう、なんかそのあのメーカーみたいな、あ、そういうこと、なんかそな、たまにメーカー名で言う人いるじゃん、なんかそういうあのベンツのことをメルセデスって言うみたいなこと、そう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 、それじゃないあのそれかヤマハみたいな、ヤマハかみたいな、うちのヤマハ、うん、でそれがそれうちらが全く聞いたことないメロディオンっていう会社さんのメロディオン、ちょっと気になってきた、いろいろ調べたくなってきちゃった、ね、こういうの一瞬やっぱ突っ込まないの方がいいのかなと思ったけど、何それってなって話がやっぱ入ってこなくなっちゃったもん、大丈夫、あなたが多数派メロディオンがね、はい、でもあ、まあ、いるはいるかもしれないね、もしかしたら地域によって、うん、もう小学校の思い出いっぱいあるから、みんな楽しみ、うん、このコーナーランドセル聞きたいね、うん、聞きたい、みんなのランドセルトーク教えてください、うん、お願いします、はい、はい、
はい、じゃあ次、うん、もういっちゃいますか、どんどんね、いっちゃいましょうか、はい、じゃあ続いてもう一つ新しいコーナーがあります。題して高校生編完結その前に、今回のランドセルガールで青豚シリーズの高校生編が完結、ぜひ高校生編が完結するその前に皆さんが伝えたい青豚への熱い思いを、作田が校庭で思いを叫んだように教えてください、うん、おお、はい、まあね、ちょっと前にも、もらったことがある、うん、あのお便りで言うと、うん、あのね、青豚に出会って藤沢に移住したぞみたいな、あ、いらっしゃった ね、 ね、うん、もうそうですし、まあ、本編だとね、舞さんが好きだっていうのにかけてね、本当に舞さんの何々なところが好きだみたいなね、うんうん、言ってもらったりとか、愛を叫んでいただいて、そうそう、好きなシーンでも何でもいいので、うん、はい、なんかお待ちしてますよ、ね、はい、叫んでほしいなと思いますけれども、うん、どうでしょうか、なんか叫びたいことございます？私は、うん、もじゃあ2016年の私に、うん、私、うん、ああ、うん、いいよの聞いてみよう、はい、うん、ここまで長く関われると思ってなかった。確かに一番最初あれだよ、あのそう、ドラマ、ね、あのニコニコ動画、そう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 、の多数決ドラマっていうので、その選択された多数決の方にしかストーリーが進めないっていう、でキャラクターもこう SD キャラみたいな小さなキャラクターが最初だったの、うん、そうだね、だから私正直こうアニメ化するのも知ら分かんなかったし、確かに、まあ、動いてたのかもしれないけど、うん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 、その時はね、何も聞かされずに、ただただあ、こういうコンテンツがあるんだと思って、で原作があってと思って、うん、で、ね、タイトルも長いからっていう、うん、やっぱ先入観、やっぱタイトルの、ね、インパクトもあって、確かにそう思ってて、で当時からそう石川くんは本当に10代から、うん、そう知り合いだから、うん、本当になんか、あ、一緒にこうコンビでできるんだみたいなぐらいの感じで、まさかこんな、うん、ねえって感じです。いつの間にかじゃあアニメ化しますよって言って、うん、で一番最初にレコーディングじゃなかった？あ、歌、そう撮った、なおさんが一番最初だったの、めっちゃ覚えてるね、そう、そうそうそうだったかも、それを私も聞きながらやった、聞きながらやった、うん、そうそう、だから珍しいなと思って、アニメ始まる前に歌撮るからキャラクターまだだみたいな話してたね、そうなんだよ、それはね、いまだにそうだ、そう全然思い出せるね、ね、あったね、そんなこともっていう、ね、確かにまだまだね、はい、物語続いてきそうだから、はい、楽しみ、みんなもぜひ叫んでくださいね、お願いします、皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。青春豚野郎はバニーガール先輩とお出かけシスターのラジオを聞きたい、続いてはこちらのコーナー、青春豚野郎の本当の青春青春豚リスナーの本当の青春でもいいですねもう豚野郎って言い切っちゃったからそうですね、じゃあ、リスナーもかです、うん、か、いい、あ、いい、ごめんね、豚野郎限定じゃなくて豚、うん、リスナーも聞いていい、聞いていい、聞いていこうか、うん、取り直すことは可能なのに、うん、そうだよ、やめときます、うん、そうだよ、もう私も取り直させないよっていう気持ちで一応確認しとき、なるほどね、うん、もうめっちゃおもろかったけど笑わないってもう決めたら、もうこれを使ってほしいから絶対笑わないと、もうなんか笑、なんかクスクスってなったから、私なんか間違えたこと言ったかなって、そういう時あるじゃん、なんか脳が認識せずにさ、あるあるある、文章読み間違ってる時、うんうんうん、言い慣れすぎてんだ、ね、やっぱうちら、そうだね、豚野郎にね、あ、じゃあ、まあまあまあ、でもどっちも参加できるようになったんでこれでね、うん、はい、そうだね、やろうでも、やろうでも、リスナーでも、はい、ありますね、はい、じゃあいきます、はい、作品の中で起こる青春エピソードはキラキラしています、うん、そこでリスナーの皆さんからの真実の青春はこうだっていうことを、思い出を教えてもらいたいと思います、うん、なるほど、はい、はい、このコーナーと、危険思春期症候群発症間近はコーナー据え置きになっておりますので、メールお待ちしておりますよ、はい、お願いします、はい、ではメッセージ紹介していきます、はい、ペンネーム北
極最南端さんからいただきました。ありがとうございます。まず学生時代、私は一つ年下の女性とお付き合いしていました、うん、しかし大学が違ったり住むところが離れていたりと、うん、なかなか会うことはできませんでした、うんうんうん、そんな日々が続いた時、うん、私は希望していた就職先から内定をもらいました、うん、その内定が出た、うん、その日は友人から祝ってもらいました、うん、卒業論文を提出して、うん、春休みになった時も友人たちと旅行三昧、うん、私は、うん、友達とは今しか遊べないからと彼女をないがしろにしていたら、うん、案の定彼女に振られてしまいました、うん、理由は、うん、私が内定を一番に祝いたかった、もっと一緒に会いたかった、うん、とのこと、うん、もっとうまくできなかったかなと、うん、今でも少し後悔しています、うん、学生時代の友人か彼女か彼氏かというジレンマ、うん、どうしたらよかったのでしょうか。こればっかりは本当人それぞれね、あると思うけど、まあ大事にした方が良かったんじゃない、うん、多分あなたは欲望でやっぱ友人を取ったわけだから、うん、そうそうそう、そりゃそうだよねって感じかな、うん、うん、あなたは多分友達の方が大事だったんだよ、うん、そうだと思う、うん、この時はね、そう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 、彼女も好きだけど、うん、優先順位は友達が上だったんだね、うん、なんかだって本当に彼女大事で、でも本当にその友達今しかって思ってたとしたら、うん、それを彼女に相談することできたと思うし、確かに、だからこれじゃない、これは君と過ごしたいよとかってできたけど、うん、だから不器用なのかも、なんか、なるほどね、正直で不器用な人なのかもね、うんうんうん、彼女になんかそれを言えないとか、そううまくごまかすこともできないというか、うん、ただちょっと放置してしまったんだ、したんだ、うん、なんか説明するのもあれかなってなっちゃったのかな、ね、分かってくれるみたいなとことか、うん、どうなんでしょうね、無理ですよ、しかも離れて住んでますから、うん、そこもまたね、そうよ、まあね、これででもなんか勉強になって今後の人生には生かされるのではないかと、ね、あ、よくなかったなと思います、ね、今おいくつか知りませんが、はい、確かに友達もね、結婚して子供とかね、うん、なんか家族ができたら遊べなくなっちゃうっていうのも確かに、まあ間違いないね、そうそうそう、間違いないので、そうね、それはそれで、じゃあその時取った友達とはずっと友達いてほしいものですね、うん、そうですね、はい、はい、思っちゃいますけれども残念です非常に残念です次行きますか、あ、まだ行く、あ、行っちゃう、行っちゃう、どうする、あ、行こう行こう行こう、急げ、やっぱりコロッケにはソースさん、ありがとう、中学時代の私は友人に言われた言葉がありました、うん、お前黙っていればモテるよ、私はその言葉を信じました。確かにアニメでは口数が少なくミステリアスなキャラは人気が出る傾向があったからです。高校に進学した私は毎日マスクをし、登校したらすぐに机に顔を伏せ、休み時間にはイヤホンをし、下校時間にはすぐには帰らず10分ほど廊下で佇んでいました。これで間違いなくモテる、私はそう確信をしていました。いつからか私に話しかけてくれる人は0人になり、先生にいつかマスクを外せるようになれたらいいよねって、まで言われました。クソこしているうちに高校を卒業しました。これが私の青春です。すごい青春時代を、でもなんか貫いてるね。そうだね、うん、途中でどうしようとかなってないもんね。なってない、貫いてるもん、貫いてる。だからこれをそのままちょっともう大学だったりとかね、うん、お仕事に持ってってたらバリヤバいけど、うん、いずれこの話は大人になったらちょっと面白いよ、うん、こうやって、ね、しかも今私たち 聞かせてもらって、うん、すげえ貫いてる、おもれーってなってる、そう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 、うん、そうだよ、いじれないもんだから逆に、うん、すげえなって、そうそう、すごいじゃんって、だから、うん、なんかっていう時もありました、てへへって、ね、なってくれてたら最高、うん、あるよ、みんなやっぱ学生時代、その特にさ3年でさ、こう、うん、学校ね、中学校高校って変わったりするから、うん、新しい私でデビューしようみたいな、そうよ、しがち、私もしようと思ったの、あ、クールで、クールで、別に黙ってればモテそうとか言われたわけじゃないけど、うん、私は高校生になったら一匹狼になるみたいな、仕事も始めてたしね、あ、そうね、高校でしょうか、そうだよね、なろうとか思ったけど、うん、もう全然無理、友達と喋るの楽しすぎて、そうだよね、あさみが出ちゃう、うん、すぐ声かけてくれたら、え、見学行くの、私も行くみたいな、え、そうなんだ、へとか言って無理だったね、無理だった、うん、みんなと程よく仲良くしちゃうタイプだった。あ、それはでもいいよ、だってその学生時代の友達、うん、いまだに仲いい子とかもいるんじゃないの、でも数人、そんな多くない、でも
やっぱ数人ねいる方がいいよ。やっぱ一人もいないからやっぱりコロッケにおソースさんはさ、うん、そうだね。だからまあこれから先の人生ではまだまだ出会えますから、ね、そうそうそう、ありえます。全然私もいないな。中高の時の知り合い、うん、連絡先知ってる人一人ぐらいしかいないかも、うん、なんかちゃんと密にはない。なんかグループラインとかが発足したり、なんか地元に残ってる人がなんかね、同窓会やろうみたいな。確かに同窓会なんて一回も呼ばれたことないやってんのかもしれない。やってんのかな、うん、行きたくないけどね全然、うんうんうん、話絶対合わないもん、うん、今は今よ、今はよ。ライブライブ毎日ライブだよみんな。そうそうそう、うん、今は生きようぜって。 Go 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 go、 うん、安心してください。はい、終わりです。引き続き皆さんの真実の青春の姿を教えてください。スコット出てきちゃった。お待ちしています。ここで青春豚野郎シリーズからのお知らせです。劇場アニメ青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ないは12月1日に公開です、うん、キービジュアルを使用したムビチケ第2弾が9月30日土曜日に発売です。購入特典は増井総一監督、キャラクターデザイン田村さとみさん書き下ろしミニ色紙風イラストカードがついてきます、うん、そしてムビチケ第1弾も9月29日まで発売しておりますので、うん、ぜひゲットしてみてください。はい、はい、続いて青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ないのブルーレイ &DVD が11月29日に発売されます。三宝瀬ケースは溝口圭司さん書き下ろし、デジジャケットは田村さとみさん書き下ろしです。さらに特典 CD に原作者鴨志田はじめ先生書き下ろしのドラマ CD やオリジナルサウンドトラックも封入されます。続いて桜島舞卒業バージョン7分の1スケールフィギュアの発売が決定いたしました。こちら京マフでねイラストも公開されましたけども、うん、イラストはキャラクターデザイン田村さとみさん書き下ろしとなっております、うん、皆さんぜひ見てみてください。すごい素敵だから、うんうん、はい、アニプレックスプラスにて発売予定で、今後新情報が公式ホームページ等に出ていくと思いますのでチェック忘れなく。はい、さらに続きまして原作情報です。電撃文庫青春豚野郎シリーズが13巻まで好評発売中。最新13巻、青春豚野郎はサンタクロースの夢を見ないもぜひご覧ください。さらにコミカライズ青春豚野郎はお留守番妹の夢を見ない、青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ないの2作品がジーズチャンネルで連載中です。はい、京都国際漫画アニメフェア書き下ろしイラストを使用したグッズがアニプレックスプラスにて10月1日まで事後通販を行っております。こちらもぜひぜひチェックしてくださいね。よろしくお願いいたします。以上青春豚野郎シリーズからのお知らせでした。エンディングです。はい、エンディングでございます。2ヶ月ぶりの、はい、はい、2ヶ月ぶりを感じなかった。感じなかった。いっぱい喋った、うん、多分、うん、いっぱい喋ってるね。喋ってるね多分だけど、でも編集されてどのくらいになるかわからないけど、いっぱい喋った、うん、いや多分ほぼほぼ編集されないはず。されないか、うん、そっか、ウェブラジオだもんね。そうそうそう、多分もう自由にしてくれる、自由か、うん、そうね、うん、なんか新しいコーナーが結構ぶっ刺さりでさ、そうなんですよ、ちょっと興奮して学生時代の思い出振り返っちゃった。でさ、多分今後その皆さんからのお便りで読んだら、うん、またさらに、ま、多分自分でいつも蘇ってきて話したいことがね増えちゃうと思うんですけれども、すぐ自分の話しちゃうから、もうちょっとでもあれですね、鍵盤ハーモニカの話はもしかしたらちょっと続報があるんですけど、それはじゃあ、あのね、トークでね、あの強い人をね、その強い人アフタートークを聞ける、うん、も民たちにのみ向けてお話ししたいと思いますので、うん、はい、めちゃめちゃ面白いトークになると思うんで、はい、アフタートーク聞いてください。はい、はい、お楽しみに。さてこの番組ですが、来月10月もですね、月1ですか、まあ1回ですね、うん、の配信でお送りしたいと思いますので、まあ、一応公開が近づいてきたら配信のペースも上がってくるんじゃ、公開が近づいたらって、じゃあ11月って話なんですけれども、はい、もうそうだね、はい、残すとこ11月しかないもんね、はい、そうなんです、はい、ちょごめんなさい、読みながら突っ込んじゃってごめんなさい、はいはい、そしてね、新コーナーなど発表されましたが、うんうんうん、皆さんからのお便りもお持ちしております、はい、番組ホームページの投稿フォームからよろしくお願いします。はい、新コーナー宛てにもぜひぜひお待ちしておりますね。いや、ということでここまでのお相手は桜島舞役の瀬戸麻美と梓川楓役の久保ゆりかでした。
バイバイ。この番組は青豚プロジェクトの提供でお届けしました。